ギコネコ、ギコネコ、ギコネコ、ギコネコはネットキャラクター。怪しいワールドで1998年12月に誕生した。ここでは、ギコネコからギコネコに至る由来を記す。ギコネコのギコは電子掲示板、怪しいワールドによく見られるギコであり、つまりギコギコ、インターネットスラングから、ギコギコとは電子掲示板に入り浸り時間を過ごすことを指す。 つまり、ギコネコは板に入り浸り時間を過ごす猫。しかし、ギコネコの名の通りギコつまりは、昔のような表現を現代的に再現する猫、という意味も含む。ここでは、ギコという言葉について記述する。怪しいワールド、常連、固定であるコブラが怪しいワールド。どのニフティサーブ時代に、ニフティに行った際あった、富士通社員が始めたとされる。 彼のチャットでの笑い方が、ギコハハハ。これを怪しいワールド、その他のアングラ界隈に広めた、コブラなどによって、インターネット上でも活用されていく。ギコハハハについては、1999年、平成11年、桃井春子が怪しいワールドクリスマス島に来訪し、以後名誉当民となったことも記す。ギコハハハつまり、掲示板で笑い合うよう返事で、 ギコギコと命名された。ログを見ると、かなり多様な活用がなされているのがわかる。当時も今も、住人たちは何時間となく、掲示板に居座る、つまり常駐し、さらに返事で、ネット中毒になるよう、あるいはその状態を自虐的に、ギコギコと称してきた。活用型として、ギコる、ギコったなどがある。クランプ作カードキャプター桜における、主人公、 木の本桜の裏の口癖、バニャンを上記のギッコと足したもの。ウィン、ウンプ用日本語スキンで有名なユナソフトの棚井、新一の発案とされる。ハニャンについては、上記漫画、アニメを参考に、燃えてヘロヘロになるという意味であったと思われる。棚井発案とされる、同義語に、リーフによる、ツーハートのヒロイン、HMX-12 マルチのハワワワワを足した。 ギコハワワワは、解釈作、鋼鉄天使クルミの主人公、クルミの口癖、キュインを足したギコキュインなどがある。田内に関しては、当時にチャンネルへと、積極的に、文字へとを輸出、あるいは、輸入、逆輸入していたと思われる節があり、そのログも怪しいワールド未来あたりに残っている、はずである。この件で、タナイは、いわゆるゲス関連と思われる人々の壮絶な、 嵐や避難を受け、一時怪しいワールドを撤退してしまう。儀古とは、怪しいワールドにおいて何かをする、怪しいワールド的何かという活用がなされていたようである。つまり、儀古とは、当時、怪しいワールド的という意味だったと推察される。ここでは、文字絵に関して記述する、文字を使って絵を作る歴史は長い。古くは、絵の絵の萌え字。 鶴るさんはむし、の時もあるなどがそれである。日本においては、江戸時代ですでにこのような文字を使った文字絵が隠されている。近年では、タイポグラフィなどの活字における文字絵文化などが有名である、夢枕幕のデビュー作とされるカエルの詩など。コンピュータについても、初期の画像解像度が低く文字主体のパソコン PC、PC-8001 等のゲームなどでは、 処理速度の速い文字を使った絵でキャラクターを表現していた。初期のパソコン通信上においてもエスケープシーケンスにおけるこの種のテキストアートが多数発表されていることが確認されている。このような背景もあり、インターネット上における文字絵が生まれていく。1990年代パソコン通信においてのの顔文字が流行していた。書質は諸説あるが、 この顔文字をはじめとして様々な顔文字が主に草の根 BBS、インターネット上、アングラ系掲示板、ARC などで利用されていた。その中には怪しいワールドが初出のものもあった。特に、の系の顔文字は1999年、平成11年当時の怪しいワールドでは、まったりと呼ばれ、非常に多く使われていた。これら、の系の顔文字は、主にアングラ上で使われていた。 英語圏系パソコン通信系アンダーグラウンド系。ギコネコとなる最初の文字絵は本店昼の部で誕生した。作者は猫という個マ現、豆像。1998年、本店昼の部。猫の文字絵、当初は顔のみ。この文字絵に胴、足、尻尾が付け足された。固定猫の話によると固定骨董屋が付け足した、とのことである。 インターネットコミュニティの住人たちの間で流行。1998年、平成10年12月6日にはすでに完成された、形において固定、猫のログとして残されている。ギコネコオリジナルその後、ギコギコつまりは、ギコと猫の鳴き声、ニャーニャーから発展させて、ギコニャーニャーというセリフを文字絵に喋らせた住人がいた。さらに、それを、 ギコネコと呼んだ住人がいたりした。こうして、ギコネコは怪しいワールドの住人たちの間で定着することになった。決して自然発生するものではなく、個人個人がそれぞれの場などに置いて作り上げた創作物である。ここでは、ギコネコ誕生の経緯について記述する。怪しいワールド、イ、e、いで誕生。参考ログからわかるように最初から文字絵がついていたわけではない。 ギコネコは当時から怪しいワールド、界隈をさすらっており、ギコネコの名前も上記のギコネコからもじって名付けた。当時利用していた IMEAI ソフトの WXG の変換単語の中にギコがあり、ギコネコを漢字変換した最古の漢字が出てきたため、そのままギコネコとは違う、それっぽい名前のステハン、ギコネコとして投稿した。 そしてこのギコネコを投稿者名に使い固定として、怪しいワールドにデビューする。当然、ギコネコの文字絵のことも見ていたし、スネをギャハハハ等の怪しいワールドピカチュウ、怪しいワールドピカチュウなどで利用されていることも知っていた。そうして、それぞれの作者にギコネコという名前の使用許可を得ようといろいろまよう。その際、本店昼の部の空白にギコネコなのに、 文字絵がないのは、おかしいと指摘され、ギコネコの文字絵がつく。いわく、別にいいんじゃないのである。このことが、後の、ギコ系文字絵固定大発生の引き金となる、1999年、平成11年8月のログにおいて、ギコウサというギコ系文字絵固定が、すでに誕生していることがわかる。当初はそのままのコピーペーストであったが、銅を短くしたあたりから、 その通常形態は変化した。短くしたのは、オリジナルのギコネコと多少なりとも区別するためであった。が、もちろん銅の長さは自由自在に変更できる。ギコネコ、ギコネコ、長編計算項、検索、怪しいワールド、E1999 年9月6日をギコで検索。以前のネコの文字絵は、明確にギコネコという統一されたキャラクターではなく、 猫の代名詞で利用されてきた。もちろん、ギコネコ的なキャラクターの原点が全くなかったわけではない。概ねそれは、自虐的、または笑える瞬間を切り抜いた一コマ漫画の形態を持っていた。その後、様々なパターンの文字絵が発展する。ログを見れば、1999年、平成11年時点において、ギコネコの文字絵は、すでに完全にテンプレート化しており、 文字絵放題、文字絵貼り付け放題などが行われているのがわかる。以前はキャラクターとして完全に確立した存在とは言えないギッコネコだったが、ちょっとやんちゃ風でひねくれた感じのキャラクター付けをしたところ、これが大いに受けてしまう。その打ち語りと呼ばれるではない偽物まで現れる。通常固定と呼ばれるハンドルネーム利用者はこれをよく思わず否定していたりしたのだが、 ギコネコは逆にある、程度容認しそのキャラクターも取り込んだことは、少なく見積もってもエポックメイキングと言える。上記のことと矛盾するが、アージェップをオマージュし、ギコネコの語り粉砕をやっている。節操のなさがここでも見受けられる。投稿量が圧倒的だった。怪しいワールド、いいだけではなく怪しいワールド本店、怪しいワールドクリスマス島、怪しいワールド未来と、 ほぼすべてのメイン級、そのサテライト、対比、衛星版となる板に出没している。これには、もちろん、ギコネコ文字への作者を探す意味もあった。ギコネコの投稿は板を舞台にした、リアルタイムのコミック劇のようなものである。そのため、キャラクターとしてのギコネコに関しては、様々な架空の設定が存在する。怪しいワールド、上を漂う情報であり、 擬人化された架空の猫。投稿者の脳内にのみ、その実態があるため、現実には実体のない情報としての存在と認識される。その繁殖は、電子掲示板などの閲覧によって行われる。つまり、電子掲示板などを閲覧し、その情報を参照した瞬間に閲覧者の脳内に、キャラクターとしての偽古猫が認識され、同時に閲覧者の脳内に存在する。 その後も、情報を参照し続けることで閲覧者の脳内で、繁殖、分裂、突然変異を起こす。閲覧者が、ギコネコまたはその足を掲示板に投稿、あるいはその他のメディアに投稿した瞬間に繁殖が、完了する。情報としての存在であるため、その容姿は、変幻自在である。糸のの糊によっても変化し、妖怪のようでもある。ギコネコに限ったことではないが、 コピーペーストをはじめとして、その造形が用いでるため足が多数存在する。掲示板上で他人が作った文字絵も、貪欲に取り込むことがある。表現においては、この種のがないと発展が難しい。ギコネコによる投稿者の設定上の呼び名。通常、電子掲示板では、投稿者の投稿が、投稿者本人の投稿とされるが、 投稿者とキャラクターを分離する必要があるため、投稿者のことをこう呼ぶ。が、時に投稿者も混同するため紛らわしい。時系列は同じだが、同時に多番、つまりは複数の掲示板に出没する。その場その場のネタに即時対応する。実際は非常に忙しい技で、頭の中で話題の流れを複数切り替えながら実行する。 板をまたがってのネタ振りなんかも得意技とする。ウェブサイトをまたがってその場に合わせた行動をとる。これがまるで分身したように見えることからこの名前がついた。少女に変化する。この時の投稿名はギコネコである。2000年平成12年5月20日ギコネコの漢字変換忘れによりこの名称となる。それ以前はギコネコで投稿していた。 誕生の経緯は以下の通り、上の三つは空白名義であるがすべてギコネコの投稿。つまり、一から起こした完全オリジナルの文字へ。ギコネコを使っているのが忍びなく、かつ、文字スキルも上がってきたので作られた。喋っているセリフが微妙に秋き系臭い。これにより、ギコネコの誕生は2000年3月6日、15時2分13秒だということがわかる。 元ネタはデジキャラットのプチコ。だが全然似ていない。余談だが、2チャンネルなどで見られる二等身系アスキーアートのルーツのうちの一つだと思われる。ギコネコギコネコがその身を消し、空白に戻る現象。そもそも、匿名掲示板では、匿名、つまり2チャンネルでいうところの七しがメインであり、固定、2チャンネルでの固定版は、得意な存在、場所にもよる。 特に21世紀になってからはその傾向が増大し、怪しいワールド全般で固定が嫌われる傾向も存在する。全てが目立たない存在。それはつまり、世界に帰ることであり、仏教でいうところの消えに相当することからこの名前がついた。どうでもいいが、神仏集合。いい加減。実際は消えの変換間違い。ギコネコの名前と同じ。 消えプロロセス、宇宙刑事シリーズのパロディ。この頃の基本的な構成は、文字絵セリフであり、一言。板の内容を圧縮して一言に収めている。基本的に、文字絵の部分以外では、顔文字等を使うのは、タブーとなった。検索、怪しいワールド、E1999 年9月4日、ゼリフ部分で、顔文字を使って、ツッコミを入れられる、ギコネコ。 歌田レーパーにより、スクリプト化されてしまい、この基本キャラを変えることになる。なお、劣化版が、当人の手により怪しい、ワールド暫定で提供された。ノーウィッキー、未読、ノーウィッキーをリロードすることで、文字へ、セリフが変化する。以降はさらに人間味を増したキャラクターとなり、腹黒まったりと呼ばれ現在に至る。ここでは、文字へにまつわる、権利関係について記述する。 文字絵は誰でも容易に改ざんして利用できるため、その権利関係は複雑を極める。ただ現状においては、個人、あるいは団体が著作権を統括管理しているわけではないのでギコネコのキャラクター利用は業においてもほぼ自由となっている。ただし、商業利用などについては異論も多い。怪しいワールドで暴走を繰り広げていた。 ギコネコであるが、あるユーザーによって2000年、平成12年に2チャンネルに持ち込まれることとなり、その後、ギコネコは2チャンネルで爆発的にヒットた。当時、の顔文字は非常に多く使われていた。この様子は、ゲス、系をはじめとした、掲示板嵐グループなどの間で流行しており、掲示板攻撃目的で多数投稿されたことと思われる。はあ という具合で使われている。事態は、場当時によく使われていたものであるため、特に意識なく使っている。当時の顔文字を使う、吉イさんという半固定、空白であったり固定であったりした人がいて、その真似をした例である。または吉イさんが、ギコネコ名義で行った投稿である。逆輸入されてきたものをコピーペーストした例。フォントの違いがあるため、 等幅用フォントにリニューアルされている。多分、リニューアル文は、7い作。2000年、平成12年2月10日、2チャンネルにおける、怪しいワールド系文字への使用に関して、広ゆきと思われる人の発言が転載されている。多分、これら件で2チャンネルは、怪しいワールド、ゲスの連中により、サーバーダウンさせられる。黒歴史。ちなみに、ヒッキー、つまり、 ヒッキーとはこれであろう。2000年、平成12年2月28日、怪しいワールド未来に逆輸入されてきた、ギコネコ。つまり、ギコネコはこの時すでに存在していることになる。よく見ると、足がずれている。当初は掲示板嵐の目的で多数コピーペーストされ爆撃と称して投稿された。そのうち、そのコピーペーストを見た新規ユーザーが別の、 目的で使い始めることとなる。この経緯もあって、現在、普通の会話主体の掲示板では、文字絵を使うこと自体が嫌われるようになっていると思われる。キッコネコは、顔の表情によって、キャラクターの文化が行われるため、各、キャラクターごと、ほぼ一種類に固定されている。キッコネコは主に、プロポーショナルフォント主体の掲示板で利用される。キッコネコは主に、 等幅フォント主体の掲示板で利用されている。よってギコネコ、ギコネコは、フォントの違いによりその表現方法がかなり異なる。また、性格も、様々に分化した格、キャラクターごとに異なる。ここでは主にギコネコを代表にして、違いを比較してみるが、ギコネコに関しては、ギコネコを参照されたい。どちらも、ギコネコ作ではなく、空白作。ズレを直してあるものここでは、 ギコネコ絡みの主な事件を記す。2000年、平成12年5月3日、西鉄バスジャック事件が発生。この頃の住人動向といえば、固定に比べ匿名が流星してきた頃である。現在も実はそうであるが、匿名においての自由度は、計り知れないものがあり、当時のユーザーは自由に、各掲示玉を行き来ていた。その時、住人の動向を形付ける。 決定的事件がこれである。それ以前から注目されていた2チャンネルが、マスコミなどで、代々的にクローズアップされることとなり、同時に少年を煽っていた、ギコネコの文字絵がテレビなどで報道される。第一マスコットとして、有名なモナーはこの頃まだメジャーな存在とは、言えなかった。何はともあれ、この事件により、逆説的に2チャンネルユーザーが、圧倒的に増えていく。 当時の怪しいワールド、アメゾンなどの匿名掲示板界隈は内乱あるいは工作等母式分裂、移転、閉鎖騒動に巻き込まれており、多数発生した難民が2チャンネルに移住する。当然それまで使っていた文化も流出することになった。これを怪しいワールド住人らはパクリ文化と揶揄して、その対立が始まったものと思われる。そもそも、2チャンネルが注目され出したのは、 投資バクレーマー事件がきっかけと見る人も多い。それはそうと、当時のギコネコは驚愕していた。自分の使っていたキャラクターが殺人者の育成に加担したのではないか、自由とは恐ろしいことであると、すでにギコネコというキャラクターの利用者は制御できないほど拡大していた。二千二年、平成十四年二月五日から二月十一日、札幌雪祭りにおいて、 ギコネコの雪像が立つ。この頃にはすでに圧倒的人気を誇るキャラクターとして浸透している様子がわかる。事件というマイナスイメージだけではない、微笑ましい出来事である。この頃、フラッシュなどのアニメーション作品なども2チャンネルなどの間で活発に制作されている。2002年、平成14年3月12日宝によるギコネコの商標登録事件。 当時のギコネコは生還していた。以下は、そのコピー。このような登記がなされた。当時、ひろゆきが芝、主催のアット ML、ビクスックスワールドに聞きに来ている。ギコネコのログより、当然、ギコネコも拝見しているのがわかる。2005年、平成17年9月1日、AVX グループなどによる、商標登録等に関する事件、未解決。 宝事件を踏まえて、ギコネコは、行動に出た。ギコネコをはじめとして様々な文字へ、キャラクターグッズが流通している。ここではその状況について記述する。は、ギコネコのキャラクターグッズで、店頭にて販布されたものとしては、世界初のデザインである。それ以前に、販売、販布こそされなかったようだが、ギコネコフィギュアが1998年、平成10年当時の怪しい。 ワールド本店昼の部において発表されている。猫だに制作。2000年、平成12年当時、同人においてが発表される。当時怪しいワールドに常駐していた、ギコ猫が空白にて発表。怪しいワールド公式のものではなく、非公認として発表された。匿名による発表の是非だが、当時、 この種の文字絵がアングラとして扱われており、何が起こるかわからないための配慮であった。これはリアルにおいての怪しいネタ実現を目的にしたものである。当時の匿名掲示板系の導入状況としては、怪しいワールド有明などで、批評本、導入グッズ等の販布が行われていた。怪しい漫画の折も、同様に、導入ソフトなどを販布した。2000年、 平成12年当時、2チャンネル系導入グッズも、ギコネコはデザインを提供し、秋葉をなどの導入誌委託ショップにて反復された実績があった。とあるサークル名で友人である、ちゃんこマスダが、お前もなあイ一という、2チャンネルの導入誌即売会などに参加した。これに関しては、単純に、当時のギコネコの2チャンネルに対する風刺である。 ここでは2チャンネルにおけるギコなどの文字へ、キャラクターグッズについて記述する。非公式かつ、同人的に始まった、アスキーアートキャラクターグッズ制作であるが、その初期はともかくに CHGODS.NET というものが立ち上がっている。きっかけは、宝のギコネコ商標登録という事件である。もちろん、 この事件以前すでに同人界隈では2チャンネル系のネタグッズが秋葉を秋番組などで販布されている経緯もあるのでネットランナー、コアマガジンなどでの商業化についてはこの流れの中にあるものと思われる。現在、文字絵、キャラクターグッズの制作は正確な著者、権利者が名乗りを上げない実情があるためやりたい放題である。実際に文字絵を利用しているユーザーなどは そもそもが表説、表世に近い形での発表であったりすることもあり、正式に自分自身に権利があるのかどうかがわからず、かつ勝手に商業化されることに関しての反発がある。これは、それぞれのユーザーが自ら作り上げたキャラクターに対する愛着があるための反応であると思われる。なお、非公式かつ海賊版のようなものでは、UFO キャッチャーの景品になったものや、 浜名湖サービスエリアで売られていたという報告もある。2008年12月、表現2008に出展。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。